内藤家長は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。徳川氏の家臣。字は金一郎。三河国の内藤氏は、家長の祖父の代から、松平氏に仕えた不代の家臣の家柄であり、父、内藤清長が晩年になって儲けたこの家長は、徳川家康に仕え、義兄の内藤信成から、内藤家の家督を譲られて、後を継いだ。 父の清永と同様に武勇に優れ、また弓の名手で、無双のユンデと称えられた。父同様に、一向宗の門徒でもあったが、三河一向一期の時に、課長は、父と決別して生き方に加わらず、義理のおじにあたる家康に従軍し、一期衆を鎮圧するなどで忠説を貫き、家康から信頼された。家康から返記を与えられ、課長を名乗る。 天正18年8月9日、給料8000国にさらに1万2000国を与えられ、計2万国で、数佐国さぬき上主となった。慶長5年、鳥居元忠や松平家忠らと共に、伏見城を守備して、石田三成ら西軍の挙兵を誘った。三成ら西軍は挙兵したが、課長は、元忠、家忠らと共に、関ヶ原の戦いの前哨戦である。 伏見城攻防戦で戦死した。去年55。家徳は、長男の正長が継ぎ、戦死した父の功績を称されて一万国を、加増されている。大津市三井寺町のオレンジに葬られ、後に、さぬき花か谷の全勝寺に改装された。ABCD 福津市編さ委員会編、福津市市通史、1982年。 394から395ページ。ありがとうございます。